いやー、のどかな昼下がり、最近お外も暖かくなってきて、すっかり眠くなる季節ですね。春眠暁を覚えずってやつですね。いや、お前らは道端で何してんだよ。見てわかりませんか？日向ぼっこですよね。どう見ても日向ぼっこですよね。どんだけ物騒な日向ぼっこですかね。っていうか、そんな人通りの多い場所で寝転がってたら、今にも PMC やプレイヤース株が来てバチボコにされんぞ。ノープロブレムですね。見つけられるなら見つけてみてください。どこの養蜂家だよ。うっつに戻って仕事しろよ。っていうか待って、人死にすぎじゃね？ふ、この交差点は魔の交差点。ひとたび入れば生きて帰れるものはいないのさ。いやいや、さっきの映像よく見てくださいよ。スローで流すので見逃さないでくださいね。なんだ？なんかヤバそうな奴らが死んでるように動いた？ねえ、あの死体動いてない？いや、こいつ顔打った。イラスト屋さん泣いちゃう。え、いやいや、ちょっと待って。じゃあ、そこに転がってる死体いっぱいあるけど。これらですかね？そのガチムチに見える死体って。ちなみにこんな感じの死体があちらに。バケモンかよ。あそこに4体も転がってんの？やだなぁ。日向ぼっこしてるだけですよ。ちょっと装備がごついだけです。春先とは思えない着込み方してんね。山の冬は舐めちゃいかんよ。さっき冒頭であったかくなってきたって話したじゃん。うふふ、そんな話しましたっけ。政治家より都合のいい記憶力してるな。将来は国政に参加したく存じます。もう終わりだよこの国。おっと、ちょっと見てください。画面左端から警戒心マックスの PMC が来ましたよ。もう一度華麗な登場をご覧ください。背後をしっかり警戒する隙のなさ。ソロでは油断が命取りですからね。敵に気づかず背後を取られてしまえば敗北は必至です。油断ないクリアリングは芸術のレベルですね。両方かを見落としてることを除けばな。ハイドの天才のチャンネルですよ。見つけられるわけがありません。元来、人は見たいものしか見ない生き物ですから、きっと彼は養蜂家は探していなかったのでしょう。まさかカスタムズに養蜂家がいるとはな。いや、けどまずい。このまま進めば、どうあがいてもあのアホども、道路のど真ん中で日向ぼっこしてる奴らが見つかるぞ。あれ？見つかっちゃった？実は奥にはいたまま放置してた、NPC のスカブと戦ってますね。武器はチュームサブマシンガンのベクターのようです。サプレッサーに、大容量のマガジンを搭載したやる気装備です。あんなのに撃たれたら、あっという間に蜂の巣になりますよ。養蜂家だけにね、バカ言ってる場合か。え、っていうかなんであの日向ぼっこたちは動かないの？マジで春の陽気に当てられて寝てんの？今回の動画は、超高配 FPS エスケープフロムタルコフで死体のふりをしたら敵に気づかれない説です。どっかで見たことあるな。気のせいでしょ。番組名は水曜日のタルコフシティでお送りします。せめて曜日変えろや。あれれ、スカブと戦いに行ったまま戻ってきませんね。もしかしてやられちゃいましたかね。以前はスカブめちゃくちゃ強かったですけど、2回ほど弱体化が入って、さすがにあの装備ならよほど運が悪くない限り負けない気が。たまに信じられない精度でヘッドショットしてくることはまだあるけどな。かなり張り切って弾をばらまいてたので、弾を惜しんで打ち負けるみたいなことはないと思うんですが。周りから NPC のスカブが寄ってきましたね。私はカメラとしての役目を全うしますよ。あ、戻ってきた。目の前のそいつ生きてるぞ。お前が今体で押してるそいつ生きてるぞ。彼の最初の警戒心はどこに行ってしまったのか。そんなガチムチたちがスカブにやられるわけ。そしてここで一斉に死体が動き出します。いや、ドッキリというかホラーだよ。タルコフはホラゲーだって一番言われてるからね。ほらほら皆さん、持ち場に戻ってください。次のゲストが来る前にポジションに戻りますよ。これ騙されたやつしばらくタルコフやめるだろ。まあでも、これに関しては騙される側がどうかしてる。いや、まあ冷静に考えてこんな場所にこんな大量の死体、しかも装備もそのまま放置なんてありえないよな。ちょっとタルコフやってたら気づくと思うんですけどね。死体が動くと思わないにしても、どう考えてもそいつら殺したやつが近くにまだいるでしょ。少なくともここに定点カメラいますからね。おい、画面右からまた来たぞ。おっと、あれはプレイヤースカブですかね。小さなショルダーバッグを背負って、颯爽と走っていますな。死体の山を見つけて、一旦脇道にそれましたよ。一度身を伏せて周囲の音を探っているんでしょうか。なかなか素晴らしい警戒心ですね。こっちに尻が丸見えなんよ。生きてるうちに本物の頭隠して尻隠さずが見れるとか、誰が本当に体験できるんだよ。これは貴重な映像資料として、学校教育に使われることに。あ、音がしないので動き出しましたね。おや？死体の山を見ながら通り過ぎますよ。怪しすぎるんだよ。騙されるやつなんかそうそういねえんだよ。そこのコンビニの中に入っていきましたね。こりゃさすがにバレたか。二人連続は無理かー。タルコフプレイヤー舐めすぎだ。なんだよ騙されてんのかよ。バロター。こいつ、ちゃっかりあのショルダーバッグをコンビニの中に隠してからあさりに来てますね。カバンを拾ったものの、当然死んでないプレイヤーはサーチかけれないので、一生懸命サーチをかけようと、頭こすりつけてますね。生きてるって気づいた時、びっくりしてめちゃくちゃ後ずさりするだけで、もはや打ち返すこともできてないところを見ると、サーチかけれてなくても、死んでると疑ってなかったんですね。
ということで、今回のエイプリルフールのご尊顔を拝見。まあ死体と言われれば死体に見えるし、よく見たら、寝転がって銃構えてるやつだよな。おっと、これはナイススコップ、記念にいただいて帰りましょう。ちなみに、カバンを地面に捨てて、そこに体をめり込ませることで、偽装率をアップし、カバンをサーチしちゃうことで、死体がサーチできないことをごまかしてます。なんでそういうことには全力出しちゃうかな。50連マガジン装着の、やる気ベクター君でしたか。しかもレベル20って、初心者というよりは、かなりやり込んでる側じゃないか。フリマも余裕で解放されてますよね。よし、次のレイド行きましょう。この銃声、近くで戦ってるのか？いや実はですね、画面奥のスナイパーロードブロックという場所に、ピストルを持った NPC のスカブが湧いてるんですが、ここからじゃ車線が通らなくて放置してるんですよね。これ誰が撃たれてんの？当然道に転がってる死体かっこ仮ですけど。本物の死体になっちゃうよ。いや冷静に考えてくださいよ。本当にスカブのピストルでこいつら倒せますか？無理だわ。全員バイザーまでついてたわ。まあ一死そうになったら、その場で回復してもらってます。一瞬動くことにはなりますが、よっぽどタイミング悪くない限り大丈夫でしょ。それよりも、私たちが何もしなくてもここで音が出続けてること、それの恩恵の方がはるかにでかいですからね。まさかスカブ君の銃声まで餌に使い始めるとは。あの電柱の奥の人がずっと撃たれてる。微動だにしてないの。もう死体じゃん。死体の振りを続けることにより彼らは身も心も死体に近づいていく。で、カメラに忍び寄るスカブが、このスカブも死体に発砲してますよ。ほなら放置しとこか。もうこの路地何があったんだよってなってるだろ。誰がこの銃撃戦の中に割って入るんだよ。音だけは銃撃戦ですけど、一方的に撃たれてるだけですよね。エイペックスだと4パーティーは漁夫に来て勝手に戦い始めてる頃なんですが、おい待てなんかいないか。いやそこまだスカブが銃撃してるはずなんだけど。いやさすがに撃たれてる戦場の死体漁るやつなんか、死体の誰かが勝手に動いただけ。お前の警戒心どこ行ったんだよ。一泊二日の旅行にでも行ったんでしょ。しかもまだ死体だと気づいてないぞ。いやなんかここまで騙されてるとかわいそうになってきた。動く死体を見る恐怖体験の前に殺してやるのが優しさだわ。ここに来てまさかのカメラからの発砲。なんでここまで騙されちゃうんだろ。普通に考えてありえないシチュエーションだろ。なんなら今回まだスカブの銃声鳴ってる最中でしたからね。人の物欲、いや欲望の再現なさを見せられている気がしますね。目の前の光学装備に目がくらんで周囲が見えてない。おっと、左から足音が。このカメラスポット、定期的にスカブが寄ってくるんですよね。まあ徘徊ルート上だもんな。この格好もプレイヤーに対して意外は意味ないですからね。 NPC の良くないところですね。なんというか処理が手慣れすぎてる。私このゲームの本業スナイパーなので副業でカメラマンしてます。今シーズンは開幕のスナイパースカブが強すぎて廃業に追い込まれた狙撃手さんちすけっす。もう一個、狙撃を最近たしなんでない理由がありまして、インファイト以外の演出な方法で敵を倒すと、ツイッターにお気持ち DM が届くんですよね。残念でもなければ当然。まあ今回は基本的に私はカメラ役で手を汚してないので、2通程度で済みましたが。しっかりもらってるじゃねえか。うわ、今回はガチムチの PMC だ。めちゃくちゃ怪しんでますよ。っていうかもうほぼバレてません。さすがあんな歴戦の猛者クラスにはバレるのか。いやバレてないか。撃たれてないのでまだバレてないですね。なんでバレねえんだよ。なんでどいつもこいつも疑うということを知らないんだよ。おっと、さらに重装備のお仲間が来ましたよ。あ、さすがにあのバイザーヘルメットにバレちゃった。眠れる死体たちよ、目覚めなさい。奴らを我らの仲間にしてやるのです。狙撃に合わせた敵はまだ死体が動き出したことに気づいていない。っていうかあの死体弾幕バイザー多くない？どうやら最初の白浦地君を倒した模様。そのまま死体を死体にしてしまったバイザー君を追撃します。死体を死体にするという哲学。頭に一発、胴体に2発ぐらい食らってるし、どの位置品質状態だろうな。 MQ95、貫通力はいいんですけど、なんかやり損ねることが多くて困りますね。貫通力がバカみたいに高い代わりに、威力は控えめですからね。そもそも狙撃用弾薬じゃないし、M4A1 みたいな連射武器の最高級弾だろ。まあ連射してアーマーをぐちゃぐちゃに引き裂く前提の弾ですね。どうやらバイザー君も弾幕ファイターたちにやられたのかな。一旦死体たちか。ちょっと待って、もう一人いるのは聞いて。この後勝利した死体たちの報告によると、両帰りのガチムチ3人パーティーだったみたいですね。ちなみにアモケース持ってたやつもいたそうな。道端の不審な死体を見つけたばっかりに。追加検証、死体にグレネードをピン抜いた状態で持たせておいたら、バレて殺された瞬間にグレネードで巻き添えにできる説。たまにスカブとか殺しても、お土産グレネードで吹っ飛ぶことありますよね。なお早速欠点が発見されており、遠目に見ると、グレネード持ってる腕にモーションブラーが発生してる。すごいブンブン振り回してて草。
へい、今奥から何か来てたぞ。ようやく第一村人発見ですね。なかなか人が来なくて、危うく死体たちの指がつるとこでした。20分ぐらい、リーンしてグレのピン抜いて構えたままですからね。私は基本的に寝転がって放置してるだけなので楽ですけどね。今回もちゃんと警戒はしてるスカブくんだな。まあこの惨状を見て、一切警戒してなかったあいつがおかしいんですよ。警戒心なさそうな顔しやがって。そういう装備なんだよ。いやしかしこれは過去最高の警戒心。このスカブくんなら近づく前に気づいて逃げるかも。いやはや、あるべきタルコフ市民の姿なんだが、ここまでの結果を見てると、こいつがもう凄腕の猛者に見えるな。よどみなく動きながら警戒する姿も、こちらからの狙撃を警戒していますね。まあこっちから何かする予定はないんですが。さあかなり警戒を解いてきましたよ。だがそれでも目の前の死体には飛びつかない。すごい、こちら側までしっかり警戒してますね。一番手前の死体に行った。そろそろサーチがかけれないことに気づいたか？めちゃくちゃ怪しんでますね。手に握り込まれてるグレネードに気づいたんですかね？いやこれ生きてるって気づいてないわ。まだ周囲の警戒をしてる最中だったんですか？ついに触りに行った。あ、撃った。え？まだ死んでないですよね。まだ死んでないと思う。これ間違いなく撃ってるし、なんならうめき声も出ちゃってますよね。思いっきり撃っていってますね。そりゃ撃たれたらうめきもするわな。けど死体の振りはやめないのくさ。いやこれどうなっちゃうんだ。追撃せずに一度距離を取ったか。怪しんではいるんですよね。顔の方に回り込みましたね。あらま、さすがにバレて撃ち殺されたか。ちなみに、ピンを抜いた状態であっても、死亡したプレイヤーからグレネードが転がり落ちることはありませんでした。死体たちが指つりそうになってた意味なかった。なんというか、警戒してんのか警戒してないのか、わからんスカブだったな。本物の死体を二つ迎えた交差点、まだまだプレイヤーの皆さんの警戒心をチェックしていきます。あ、やっと画面右から来ましたよ。おう、ようやく来ましたか。もう待ち時間が長すぎてツイッター見てましたよ。がっつり漁ってきましたって感じのスカブだな。死体に気づいて駆け寄ってきてますね。って、本物の死体の方に駆け寄っちゃったよ。困るんですよー。それ本物なんですよ。けどちゃんと警戒はしてるな。装備持ち逃げされても困るんだよな。まあ撮影班ならまだしも、これ死体役暇してたリスナーさんですからね。ガチ装備させられた挙句、指つって装備ロストは。申し訳ないけど、本物の死体に触るのは NG で。まあこの後死体の振りに触る可能性もあるが、警戒心を磨き直して出直してください。で、この銃声と断末魔のタイミングで、さらに右からスカブがやってきた。あちゃー、タイミング悪すぎですわ。当然銃声聞こえてるし、警戒もしてますよねー。こりゃダメだ。この交差点の危険性が完全にバレてるわ。隠しスタッシュ結構漁って美味しい思いもしてそうな感じの装備。拾ったばかりであろうベクターが背中で輝いてますね。まあだったら今しがた狙撃された場所の死体なんか見向きもしないわな。ついに死体を見てもスルーする名誉タルコフ市民現るですね。いやけどなんか未練がましい動きしてますけど、今目の前で人が撃たれましたよね。銃声も断末魔も絶対聞こえる距離でしたよね。恐ろしい。人の欲望とは本当に恐ろしい。めちゃくちゃ警戒してるけど、全部見えてるんだよな。あ、ついにカバンをサーチしだした。ダメだこりゃ、タルコフやってる奴ら危機感なさすぎだ。こんな開けた通りで装備付きの死体なんか触っちゃダメですよ。めちゃくちゃ死体を覗き込んでますね。漁れないことに疑問を感じてちょっと下がったか。というより遠くで聞こえた銃声を警戒してるのかと。お前目の前で敵二人寝てるし、なんなら頭にエイム合わせられてるぞ。それだよ。そいつ生きてるんだよ。お前の目の前でピン抜いたグレネード構えてんだよ。指離すだけで吹っ飛ぶってのに、のんきに漁ってますね。あ、でっかいバッグ拾っていきましたよ。ついに伏せて死体にサーチかけ出した。ですがその死体は生きているのでサーチができません。めちゃくちゃペイペイ車で死体ツンツンしてますね。あ、諦めた。まあバグまみれのゲームですから、バグで死体が漁れなかったと思ったんでしょうか。そして続いて隣の死体も拝見と。勢いようとカバンをサーチしてますね。バックインバックをしようとしたところ、死体が突然動いて爆発。っていうか生きてる？どっちの話してる？死体が生きてた方に驚いてる？グレネード直撃して生きてたスカブの方に驚いてる？こりゃどっちがリビングデッドかわかりませんな。それでも左側はまだ死体のふりしてるのじわじわくる。目の前で味方が爆散したのに微動だにしてねえな。ふむ、ちょっとプレイヤーがなかなか来ないと大変なので、最後は少し、思考を変えて挑戦してみましょう。両方か、陰鬱。故郷への凱旋両視点のは死体だけどな。今の時期、熟練のプレイヤーたちは、各マップでボス狩りをするタスクが発生しており、当然ここ鬱もシターマンというボスを倒すミッションがあります。そして何より、このシターマンというボスにはめちゃくちゃ特徴があり、もし湧いてるとすれば、大体のプレイヤーならすぐ察することができます。狙撃系のボスで、ここ伐採場にだけ現れるんですよね。そしてそのシターマンの特徴とは、人間には到底扱えないドラグノフの高速三連射です。なるほどな、銃声が特徴的なのか。この銃声が伐採場から聞こえてきたら、まずシターマンを疑いますね。ということで、最後の説は、
シターマンに殺された死体のふり、気づかれない説。シターマンまで自演じゃねえか。ちなみにシターマンの銃声は、伐採場のど真ん中の死体が担当。絶対バレるだろ。せめて草むらとかに隠してやれよ。むしろバレろ。はい、それではシターマンお願いします。そしてシターマンと戦っている PMC を演出すべく、PMC の牽制グレネードをここで私が一つまみ。徹底してんな。ボス狩りを横取り、玉してこようとする、超高戦的上級プレイヤーが寄ってくること間違いなし。果たして、そんなタルコフ界のやべえやつを、死体の振りで騙すことはできるのか。さすがに無理だと思うけど。いやお前シターマン撃ちすぎだろ。死体が銃乱射してんじゃねえよ。撃ってるの見られて狙撃されたら笑う。もし今100メートルヘッドショットタスクしてる人がいたら、砂山から狙撃するだけで一瞬で終わりますね。ここがウッズのボーナスステージ。さてさて、先ほどの戦闘音から3分ほど経過。もし、周囲で音を聞いていたプレイヤーがいれば、そろそろ伐採場に到着する頃合いでしょう。この銃声は？多分 NPC のスカブが死体を撃ってますね。まあ普通にボスがいるって考えたら警戒しながら近づかないとですしね。そんなすぐにすぐ来たりはしないでしょう。まあカスタムズは普通に死体の振り返ししてから、20分以上寝そべってたので、それより早く来てくれるかも見どころですね。まあそうでなくても伐採場はウッズで一番危険な場所だしな。ほっといても人は絶対来るだろうし、銃声しなくても警戒はするってもんだ。いや、けど私たちは処理してないのに、スカブがおとなしくなりましたぞ。確かに、さっきまで右側でバンバン撃ってたのに。もしかして右側から来てます？あ、来てるわ。シターマンを借りに来た PMC さんの入場です。どうやらカバンはどこかに隠してきたみたいだが、その武器や防具から溢れ出るガチ感がすごいな。しかしさすがカメラ役の両方か。直線で見えてるはずなのに全然バレないのすごいですね。本当に身を守ってくれる装備は、エアーの高いヘルメットでもアーマーでもないんだよな。まあカメラのことはこの際置いといて、シターマンを借りに来た彼を引き続き見ていきましょう。と言っても、やはりボスを警戒しているから、伐採場の中央は避けて通っているな。もう一度カメラに入ってもらうためにしたりましょう。あ、伐採場の中央からシターマンの声が。ドラグノフの銃声な。っていうか死体からマズルフラッシュ出てるけど。だってサプつけたら偽物だってバレますし。先ほどの PMC 視点では、まだシターマンが生き残っているので、かなり警戒して伐採場周辺をクリアリングしています。シターマンの銃声はするのに、シターマンの姿は愚か。取り巻きの姿すら見えず、伐採場は死体まみれ。ボス狩りに来てんだ。警戒しない方がおかしいわ。まだ死体も動いてないのに、彼の視点では完全にホラーゲームです。いつどこからボス集団に狙撃されるかわからない恐怖。自分のように漁夫に来た PMC と戦闘になるかもしれない恐怖。死体が動き出すかもしれないという恐怖。最後の恐怖は絶対感じてない。マジでいる確信はあるのに、そんなに探しても尻尾すらつかめないボスって怖いですよね。いやまあいないんですけどね。そうだよいないんだよ。そこの PMC さん、あなたが警戒しなきゃいけないのは、シュターマンじゃなくて死体なんですよ。おやおや、何か聞こえるような。ちょっと音量上げてみましょうか。あ、これさらに PMC 追加できたぞ。なんと今度は二人組ですよ。PMC vs PMC ズ vs ダークライ。またしても何も知らないダークライ。本当に関係ないんよ。さあ、ボス狩りの基本であるグレネード索敵を行う後から来た PMC。これにより、先に来ていた PMC は危険を察知しました。だが後から来た PMC は先にいた PMC の存在をまだ知らないぞ。そしてその容赦はさらに先にいる PMC の存在を知りません。ありえないシチュエーションで混乱してきた。っていうかさ、当たり前すぎて忘れてたけどさ。死体のフリしてんのなんでバレねえんだよ。そういえばそういう説でしたね。しまった、シターマンのフリが楽しすぎて、死体のフリしてるのちょっと忘れてました。手段と目的が入れ替わってるんだよ。一方その頃先客 PMC は白倉庫から警戒しているようですね。これ二組が出会っちゃったら死体を挟んで戦闘開始しちゃうんですかね。あ、けどこのままのルートだと赤屋根倉庫の付近で鉢合わせるぞ。人数有利は後続ですが、存在がバレていない先客がやや有利か。これどちらが勝利するのかめちゃくちゃ気になる。まずい、このままだと両者画面外に行ってしまう。さらに距離を詰めていく先客 PMC。 すでに死体の群れは離れて画面ギリギリですよ。二人組はさらに伐採場をグレネード索敵していますね。やむを得ません。カメラの範囲に彼らを誘導しますよ。誘導するって言ったって今まさに戦闘を始めようとしてるが。シターマンさん、お願いします。二組も PMC がいる中で。いやおい、これはさすがにまずいって。彼らにとっては伐採場の北側でシターマンの生存が確認。さらには後続の二人組にとっては別の PMC がシターマンに襲われているように聞こえるので、後続の二人組にとっても別の漁夫がいるという情報が伝わります。画面左端からカメラの中に帰ってきてくれましたね。これでここから何かが起こってもカメラに収めることが可能。一時はどうなることかとヒヤヒヤしましたよ。死体の振りに関しては何も解決しとらんのよ。あっぷな、死体の近くにグレネード飛んできた。当然訓練された死体は微動だにしません。そもそも本物の死体は動きません。なるほど、次回の参考になりますね。来年もこの企画やるつもりなの？どうやら先客 PMC もシターマンの音の出所に気づいた模様。というかこれお互いがお互い伐採場の中央を警戒してるせいでお互いの存在に気づいてない状態になって
てる？画面左端チラチラしてるやつも伐採の中央ガンにしてますね。何このアンジャッシュみたいなすれ違いは。アンジャッシュターマン事件だからシュターマンはおまけでメインは死体だろ。だって全然バレませんし、全然触ってくれないし。まあこの状況で死体の装備に手を出す方がどうかし、手を出してる。めちゃくちゃ死体の装備漁ろうとしてる。あ、死体が動いた。ふむ、仕方がありませんね。死体に戻る時間を稼ぐために二人組も一人間引きましょう。 M995 ならテア4ヘルメットも貫通するでしょ。弾かれてますね。いやーちいつもありがとう。ダメだ、もう二度とナトー弾は狙撃で使わない。やっと信じられるのはボルトアクションライフルなんだ。ここに新しい模型信者が爆誕した。なお一応後でキルログ確認したら失血死したみたいですが、まああんだけしこたま打ち込んだらな、頭以外は貫通してるでしょうしね。 M995 が裏アーチを貫通しても即死はしないらしい。頭貫通して死なないとかどうなってんだ。じゃあその後胴体打ったのが失血して頭瀕死状態のところにバイタルダメージ入って死んじゃったのか。まあ何にせよ人数減ったならそれでよし。さっきの死体役の人も別の場所でサイド死体になっているみたいです。っていうかそうだ、この状況でアサリに行ったんだった。ふむ、私の場所もかなり特定されちゃいましたか。茂みにグレネードで索敵入れられてますね。こういう時はシュターマンでごまかすんですよね。シュターマン都合良すぎんか。多分こっち側の茂みに集中してたし、伐採中央見てないでしょ。完璧なヘイトコントロール、俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。っていうかなんか撃たれてないか。死体がバレたわけじゃなさそうなんですが、何かちょろちょろしてるやつがいますね。あ、これ銃声を嗅ぎつけてやってきたプレイヤースカブですね。って、ちょっと待ってください。今撃たれてたのに、死体漁ろうとしてませんか？めっちゃ死体の振りをつつき回してるな。あ、死体が動いた。あ、しかも死体役の銃がジャムったっぽい。両者見合って発砲せず。なんでそうなるんだよ。スカブが死体についていった。なんでそうなるんだよ。あ、丸太の裏側に行っちゃってよく見えない。丸太を挟んでトムとジェリーしてますね。このレイド、ちょっと情報量多くないですか？左からは後続 PMC の生き残りが発砲中。あ、スカブ倒した死体が戻ってきた。けどしっかり PMC に撃たれてますね。どうするつもりなんでしょうか？右からまたなんか来たぞ。やっぱ NPC のスカブに見つかっちゃった。けど新しいプレイヤースカブをカメラに収めるカメラマンの鏡。ダメダメダメ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。敵に足を向けてバイタルの頭守らないと。小細工ばっかり上手くなってるな。というか左側にいた PMC がスカブ倒してくれたっぽい。なんでそうなる。いやもうこの際細かいことはいや。そして考えることをやめた。いやしかし骨折までして全身ボロボロですわ。けどカメラマンは続行するんですね。こんな面白い状況、死ぬまで撮影するしかないでしょ。ギリギリまであの PMC たちをおもちゃにしますよ。命の恩人 PMC が左から中央へ移動してるな。赤倉庫通り過ぎて白倉庫まで入りましたね。このまま通過されたらもったいないな。まあ奴らもそろそろシュターマンがいないの気づいてるだろうしな。死体の振りにはまだ気づいてないみたいですけどね。死体が動き出す決定的瞬間だけは見られてないですもんね。というか見た奴は全員口封じしてますし。見た奴がいないならないのと同じ。めちゃくちゃこっち側警戒してるな。動画だと暗すぎてわかりづらいですね。倉庫から出てきてもらうためにシュターマンを実施。倉庫からは絶妙に見えない位置ですね。さてこれで出てきてくれるかな。まあ警戒してこっちを伺ってる感じはするな。もう少しもう少し遊ばせてくれ。あ、倉庫の入り口の奴が、うん、出てきそうですか？すごいこっちをガン見してる。いやいやまさか、100メートルぐらい離れてますよ。しかもこの完璧な装備の私に気づくわけ。いやけどこっち見てるけど。今まで気づかなかったのに今さら気づくわけが。まあ散々撃ってたからな。まさかカーニバル。大体のあたりはついてたんだろ。おーふ。ということで、今年は初めてエイプリルフールっぽい動画を作成してみましたが、楽しんでいただけたでしょうか？死体の振りは高確率でバレませんが、草の振りはバレることもあるので皆さんも気をつけましょう。これからは自分が倒してない死体を漁るときは警戒するように。といったところで今回の動画はここまで。ご視聴、ありがとうございました。